皆様、新しいコミュニケーションプログレスの不法行為防止のセッションにご参加いただきありがとうございます。私はベナート・フレイ、シニアマネージメント、国連グローバルコンパクトのものです。このセッションは録音されておりますので、オンデマンドで国連グローバルコンパクトのアカデミープラットフォームにアクセスし、他のセッションと同様に新たな COP を視聴することが可能です。本日の目的は COP アンケートの腐敗防止セクションに関する文脈と情報を提供し、皆様のご質問にお答えすることです。アンケートの全体的な構成や内容についてはこれまでのセッションでご紹介した通りです。ガバナンス、人権、労働、環境の各セッションは国連グローバルコンパクトアカデミーのウェブサイトからご視聴いただけます。本日はアンケートの全体的な構成についておさらいをさせていただきますので、前回のセッションにご参加いただいた方は腐敗防止のセクションに入る前に少しお付き合いください。COP のアンケートはガバナンス、人権、労働、環境、腐敗防止の5つのセクションで構成されています。ガバナンスのセクションでは、企業のサステナビリティガバナンスの仕組みとプロセスを横断的に把握し、残りの4つのセクションでは、国連グローバルコンパクトの10原則に関連するトピックについてより詳細に説明します。アンケートの各セッションにおいて質問は異なるサブセクションに分類されており、通常次のようなことも述べられています。10原則に関連するサステナビリティのトピックを推進するための企業コミットメントを示すプロセスと方針、社会的環境的な悪影響を防止するまたは軽減するために行っている取り組み、パフォーマンス指標、苦情に対し学んだ教訓を反映するさせるための改善と報告のメカニズムです。思い出してください。ガバナンスのセクションではプロセスの概要を説明しました。ガバナンスのセクションでの問いは、企業が腐敗防止に取り組むためのプロセスや構造について言及していることを思い出してください。右側には企業の行動規範やリスク評価プロセスなど、腐敗防止セクションにも当てはまるガバナンスセクションのさまざまな要素を見ることができます。これまでのセクションと同様に、腐敗防止のセクションでは、コミットメント、予防、パフォーマンス、是正、対応、報告といったトピックを扱う質問があります。コミットメントサブセクションでは、企業は腐敗防止に関する方針とコンプライアンスプログラムについて質問されます。それらの質問を見てみましょう。これらの質問は、企業の腐敗防止コンプライアンスプログラムについて尋ねています。腐敗防止プログラムは、組織がリスクを予防発見し、必要に応じて制裁を行うのに役立ちます。腐敗防止プログラムは、幅広いテーマを扱うことができ、賄賂、贈答品、利益相反の扱い方に関する手順を含むことがあります。腐敗防止コンプライアンスプログラムの策と実施およびビジネスパートナーや従業員へのコミットメントの伝達には専任のスタッフが必要な場合があります。継続的な監視と改善およびプログラムに違反した場合の適切な措置が重要です。これらの特徴はコンプライアンスプログラムに明示的に含まれる必要があります。AC1.1 はコンプライアンスプログラムが最後にレビューされた年を尋ねています。定期的に方針を見直すことが重要です。方針は活性化させる力を持ち、新しい情報規制、ビジネスの役割と責任に対する理解の進展、または学んだ教訓の反映に従って時間の経過とともに変化し得るものでなくてはなりません。スライド AC には疑わしい状況や、例えば贈り物、寄付、スポンサーシップなど利益相反の可能性がある状況において、上院、
従業員がどのように対応するかを導くために会社が定めたプロセスについてよりよく理解することを目的としています。潜在的な利益相反の扱い方に関する具体的な指針は、適切な行動のための明確な基準を提供し、潜在的な事件が発生した場合の管理と報告のためのプロセスも含める必要があります。予防のサブセクションでは、トレーニングとコンプライアンスモニタリングという2つの主要なトピックについて質問しています。すなわち腐敗を防止し、腐敗が起こっていないことを確認するためにどんなことを行っているかというとです。 AC さんは組織内のどなたが腐敗防止と誠実さに関する研修を受けているかを把握することを目的にしています。研修は企業のビルチェーン全体における腐敗防止を防止し、その事例を特定するための重要な要素になります。研修はさまざまなトピックを扱うべきですが、できるだけ効果的にするために特定の利害関係者や腐敗防止の特徴に合わせたものにすべきです。その他を選択した企業は追加情報を空欄に記入してください。 AC3.1 は AC3 の選択肢のうち、研修は行っていない、該当しない以外に回答した場合に表示されます。腐敗防止に関する一貫した研修を提供することは、従業員と経営陣が腐敗防止に関する潜在的な問題について知識と注意力を保ち、また会社方針の最近の変更について最新情報を得るのに役立ちます。AC4 は会社が腐敗防止コンプライアンスプログラムを監視しているか、またどのように監視しているかを問いています。コンプライアンスの有効性を追跡しなければ、企業は業務やバリューチェーンにおいてどのように継続的改善を推進するかを学び、評価することができなくてはなりません。自己評価を通じて監視する組織もあれば、独立した監視や独自の仕組みを通じて監視することが最善である組織もあります。企業はアンケートの追加情報を利用して実施したモニタリングの種類を詳細に説明する必要があります。腐敗防止に関する質問のパフォーマンスサブセクションは、企業内のインシデントの報告に焦点を当てています。 AC5 は報告期限内に発生した腐敗防止事件の件数と内容について質問しています。腐敗事件は組織にとって重大な悪影響を及ぼす可能性があるため、そのような事件が適切に処理され、影響が緩和され、教訓から学び、プログラムを改善するための対策を取れるように準備したくてはなりません。腐敗の例としては、商業的な賄賂やキックバック、恐喝や勧誘、談合、横領などがあります。腐敗の発生またはその疑いに関する情報収集することは、組織がそれぞれの具体的な状況を包括的に理解し、腐敗防止プログラムの継続的な完全を推進するために非常に重要です。この質問では開示しないことを選択することも可能です。このオプションを選択した場合、簡単な説明を提供する必要があります。またこの指標が測定されていない場合は、不明を選択することもできます。腐敗防止セクションの最後のセクションである対応改善報告は、組織内の対策、集団行動、実践的行動に関する情報を把握することを目的としています。質問 AC6 は、腐敗の疑いがある問題に対処するために組織が取った措置のことです。違反が報告されたり疑われたりした場合、すべての利害関係者に対して腐敗防止プログラムの信頼性を確立するために、それらに対することが極めて重要です。腐敗の疑いや確認された事例は、
組織がそのようなデータを収集し、プログラム内で活用することで改善を促進する良い機会となります。この質問では、腐敗の疑いや確認された問題に対処するために、報告期間中に実施したすべての措置を報告することは望ましいです。昨には、内部改査を含めた腐敗防止プログラムの定期的な見直しの実施や、プログラム改善のための行動を促進するための経営陣と取締役会の結果報告の提供などの活動を含めることができます。その他の報告を選択した組織は、実施した組織の措置を特定するよう促されます。また、該当なし、報告期間内に問題なしと報告することで、報告期間中に腐敗の疑いや確認された問題がなかったことを示すことができます。AC7 の目的は、御社の組織が国連グローバルコンパクトのローカルネットワークのイニシアティブ、または御社のビジネス環境における他の組織を通じて集団行動に取り組んでいるかどうか見ます。国連グローバルコンパクトは、世界銀行が定めた腐敗に対する集団行動の定義を説明使用しています。それは集団行動とは利害関係者間の協力的かつ持続的なプロセスであり、個人の行動の影響力と信頼性を高め、脆弱な個々のプレイヤーを同じ考え方を持つ同盟にし、競争者間の競争の場を安定させます。集団行動は弱い地域の法律や腐敗防止慣行を補完したり、地理的に、代替して強化することができます。集団行動イニシアティブは、的な合意から外部からの強制力を伴う長期的なイニシアティブまで様々な形態を取ることができます。このようなイニシアティブに参加する企業は、共同で集中的に取り組むことで、個々で行うよりも効果的に共通の目的を追求することができます。集団行動イニシアティブは、民間企業だけで形成することもできますし、中小企業が大企業に供給者基準の調和を要請するなど、官民のパートナーシップを巻き込むこともできます。この集団的アプローチは、すべての地域のすべての組織に適用できるわけではありませんが、この質問にはいと答えた企業には、集団的行動のイニシアティブの性質を説明する追加情報を提供する必要があります。もし御社の組織が現在腐敗に対する集団行動に取り組んでいないのであれば、バーゼルインスティチュートオンガバナンスが管理する B20 コレクティブアクションハブで世界中で行われている取り組みに関するオープンデータベースを提供していますので、ご自由にご活用ください。人権、労働、環境に関するセクションと同様に、腐敗防止セクションの最後の質問はオープンシナリオ形式となっており、企業は実施した追加活動や設定した目標など、これまでの質問でカバーできなかった文脈や追加関連情報を提供することができます。より理解を深めるために、このセクションの質問項目で取り上げたトピックを開示したリソースやガイダンスのリストも用意しています。この情報は COP のガイドブック、アンケートの質問に対するあなたのガイドブックに含む予定です。このガイドブックやその他の資料は、アンケートにお答えする際ご自由にお使いください。本日はご参加ありがとうございました。